商品レビュー専門の GA です。皆さん車乗ってますか？まあそれは乗ってるよ。その時スマホとかの充電、もちろんカー USB アダプターだよ。まあそれも当たり前だよ。まあ、確かに当たり前。でも車のアダプター使えない、使いたくないという人もいるんですよね。まあそれはどういう人か。シガーソケットが常時通電の人ですね。時々あるんですよ。一部の輸入車、昔の国産車、車のキーをオフにしてもシガーライターの電源入ってるんですよね。まあその状態で USB のチャージャーを差しといたら翌朝車のバッテリーが上がってた。スマホをつけっぱなしにしといたら翌朝上がってた。あるんですよね。まあ非常に怖いですよ。まあだったら外せばいいだろう。まあ外すのめんどくさいし、まあ外しにくい。その時に便利なもの、サティス様から提供いただいたこちら、スマートコンバーター&シガレットアダプターですね。こちらを使えば簡単に取り外しできますよ。構造としてはこのシルバーのリングの部分が起こせます。ここですね。この状態で引っ張れば簡単に抜けますね。ただこれだけ。このハンドルがいいんですよね。まあ、普段はハンドルっぽくない。起こせばハンドルになる。それハンドルを起こして引っ張る。力入りますからね。だから車を降りる場合、手探りでハンドルを起こして引っ張る。簡単に抜けますね。だからこれを使えば車のバッテリー上がりなくなります。まあ、ちょっと習慣にしないといけないですけどね。車を降りるときハンドルを起こして引っ張る。しつこいですよね。しつこいですよね。しつこくしますよ。これやらないとバッテリー上がりますから。ハンドルを起こして引っ張る。そうすると常時通電の車でもバッテリー上がりなくなります。ぜひ気をつけてください。あ、それあとこれスマートコンバーターでもがついてるんですよね。 USB の端子両方とも USB、 これを間に入れると流れる電流が倍になるみたいですね。まあこれちょっと試してないですし、計測器もないですので検証できないんですけど、先ほどのアダプターを間に入れると充電速度上がるみたいですね。こちらは未検証。まあちょっと怪しげなところありますけど、こちらはしっかりしてますからね。常時通電の車、まあしつこいですけど、使い終わったらハンドルを起こして引っ張る。そうそう抜けますね。これでバッテリー上がり防げます。常時通電の車乗ってる人、ぜひこちら手に入れてみてください。さて、ちの提供、今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。